もっともっと来い。羊が一匹、羊が二匹。緊張するときは羊を数えればいいってお母ちゃんが言ってた。ドラ八出たこりゃすごい。羊が6匹、羊が2匹、パイマン。あれ、関してもろのりしたらドラだけで数え役も、もうね、そう、カンドラもろのりしたらプラス4。今頭が興奮状態ですけど、関してまあ果敢とかでもいいですけどね。どうなった、どこまで伸びた、あれ。ちょっと今計算してみようか。さっき単位屋をドラ8だったんですよね。なんかコンじゃないな。今頭が興奮状態なんでね、こういう時にケアレスミスしちゃうんで気をつけないと。そこは手堅く大胆に。いや、問い目押したね。しかしね、もう殴り合いだった。問い目爆発してるからね、防御って選択肢もなくはないんだけど、突っ込んでくれて、まあ俺としてはありがたかった。サイちゃん、ローピン引いたらこれ3色も見えてきてる。あと何泣いても天敗だけど、これこっちだと思うんだよね。赤ウソとか引いたり、あとローピン、まあ基本、うん、なんか特殊なことがない限りは真ん中に寄せていくのがセオリーかなーっていう。iPad をドラ切ってきたよ。 iPad と違ってミュートボタン使えるんでいいですね。iPad はある意味、会員専用アプリとかで録、ああ、これなくしかない。回転。ナンドラエレベーター、どうでしょう。トイメンが、不思議な鳴きだが、どうでしょう。残り3枚。短期に取るかな。ボンです。よし、出そうだな。トイメン、トイメン、これでどう。筋どうだ。リーチニャン、リーチニャン来ちゃったか。引かないんだよね、しょうがないね。どうしよう、狼さん、羊がいなくなっちゃった。これを引くってのは無理だな。さすがに、さようなら。くそ、張ってたのにな。手にある灰全部危なそうだもん。無理はできにゃい。羊が一匹、羊が二匹。ウーピンパーピン止めてますよ。緊張するときは発想は一応筋で羊を数えればいいってお母ちゃんが言ってた。
どうなんだろうね。6が一応中筋だけどね。5。よし。発想は一応親の筋ではあるんだけど、ちょっと引っ掛けみたいな。何これ。おお。もう一頑張りすればいかつい感じの。椅子層は持ってなかった。トンさんなんちゃこうやってねやっぱたまにね実況しないと忘れますよね。でもねなんていうか肩肘張ってやる気はないんで、まあ、自然体で。トンさん一本場なんちゃドラウピン暫定2着で生放送。生放送じゃないけどゆる録画そうもう肩肘張ってねやらないんで、やりたい時にやりたいことだけやるを徹底する。今までもそれでその考えのもとやってたけど、ね、加速しますね。いよいよやりたいことしかやらない。なぜならそれがコタ式だからです。リーチかな、リーチだな、リーチリーチにゃか盤石じゃないですか。これ9枚でみんな中層いらないからこれパツイチ期待できるよこれ。あ押せば出るな中層テイピントラグーって寄せろ。出ないか、押してきたな。お到着の3着押してきた。みんな押してますね。トイメンは押してないかな。両隣は押してますよね。まあ5巡目リーチなんでね、街が悪いと読んだのかはたまた手がいいのか。さあサブロー中残り9枚どうでしょう。トイメン両隣は中層出してんだけど、俺の欲しいサブロー中層トイメンだけは出してないんで、むしろトイメンが今私と競ってるんでトイメンから取りたいっていうのもあるよね。はい、レイスもペンツム3面受けやで、乗れリーチ、はい、ツムピンフ羊が1匹たった1枚乗ればいいんだ。泣いて連チャン狙いたい。あとは G1 がドラそば。あと初引けば泣きほって話もあるよね。難しいとこだね。こっち行こうかな。初引きたいならあとはもう泣きまくり。あと大技で想像のそべってるもんはなくはないけど、基本ここがもう両面なんだ。あっとそうくる。次初かな。今初が来ればちょっと悩むけどって感じ。まあ基本俺でうわまあこうなるよね、なるよねって誰に問いかけてるの。これ単位用って選択肢もなくはないね。なら来てなそれ、なら考えんか。あー単位用にします。単位用、はい、なのでパスを泣きますよ。ローマン来たらドラリアン面展開っていうのもあるかな。これポンだな。ポンイサンティチョッパ焼けイサンティ、先にローマンを引いてしまいたいよね。まあ連チャン重視です。はい、ローマンを自力で引いて、あーこれはねまあ難しいところだけど、まあこうなんの、うん、難しいね、難しい。こっち、うん、リーチが入った時にやっぱ456ってのは使える範囲なんでね、外して早めに処理。うん、パワ
ン引いた時の対処がちょっと悩ましいよね。ロチワン受けになっちゃうからね。さあ、この論争におびき出されて椅子ソーレアンスを出してくれれば両面で、あ、これダメ上がれないのよ。それじゃあ土層なら OK。 ダメなんだよ、それじゃないのよ。乱層でないか、乱層ぶっちゃけ単葉なんでね、あんまり無理もできないね。ああ、先に中央来ちゃったか。ポンニャ、ポンニャ、それじゃないんだな。あー、もうダメ、恨めったね。まあこれわかんないからね。まあこれいいんじゃない。でこうなるよ。で、当然リアンスは泣きません。ウッパーワンサブローピンで取る。はい、転売。ここでね、直近で切った老僧がこれ生きてくるよね。チン。さあどうだ、ドラリアンメン、盤石なるドラリアンメン。羊が1匹、羊が2匹、乗らない。緊張するときはどうだ、羊を数えればいい。チャンカンでもいいし、ドラでもいい。ドラはまだションパイだ。来ないか。残り3枚。どうだ、来ないか。うぃー、てれー、リサリサはどんどん行くぞ。いいね。さあまだね、ちょっと私のメインステージたる、玉の間まだなんだろうな、暗闇の向こうって感じですけどね。ちょっと光が見えつつあるかもしれない。ドン4一本バー親だろ、チュピン暫定トップ。生放送、生放送じゃないんだ。ちょっとね、今後ね、まあ麻雀ライブ私としてはまあやりたいなんてのは希望はあるんでね。ただやっぱたまにこういう喋りをしないとやっぱ鈍っちゃうところはね、正直あるんで、ちょっとしたトレーニングも兼ねて今やっております。はい、トレーニングっていうか、まあリハビリっていうかね、基本も染めでいいんじゃないかな。で、まあチューンが出れば3ピン切ってテンパイ取ってもいいし、もうパワープレイでまるで染め上げてもいっちゃいいんだけどね。うん、チューンが場に切れた時にどういくかだよな。もう一発丸、おお、いいじゃん。もうこれで確定でいいや。染め確でいいや。ギア上げていこうか。イエス100点。盤石なる。チューンかスーピン泣いてドラ受けに仕上げたいね。先に引いてもいいよね、チューピンね。あー、それじゃないな、こっちだな。ほらピンズマンからピンズが切れたぞ。パーンだね。パン回転、にゃにゃめ、軽っ。ローピン引いて、あ、それじゃない。やべえ、今操作ミスしちゃう。どうだ、ロン出るもんだね。タチャから出るの諦めてたんだけど。本一、羊が4匹。今回のゲームはドラ枠祭りだな。ドラ8からのドラ親ドラ4で気がつけば5万点超えました。さあさあゲームは続きます。ああ、これもまたなんかな感じではあるけど、まあさすがに悩ましいね。こうなるかな。頑張ればね、一通もなくないしね。うん、
真相とか引いたらいよいよって話なんだけど、来ないか。まあ、そうはいえどね、レンチャンはやっぱ最優先なんでね、あの親でいる限りね、ボーナスタイム、フィーバータイムが合う。こうなる。そこでもうあっという間に E3、ポンテン。まあ、小さい人リーチでもいいよね。流れ来てる。なあ、残念。さあ、あっという間にいいじゃんって。チーソー引いてリッチでもいいね。あと、ウーピン引いてね。多面展開でもいい。ああ、ドラソバか。そっか。悩まスイーツになってきたぞ。ダメ、裏目、明確なる裏目。一応ね、白が場に出ればポンテンではあるんですよね。まあこうなるから難しいとこだけどな。どうでしょう。まあ点差考えればね、そんな無理することはないさあ、あと1枚が来ない。おドラ、まあ、パーマンはね、確かにドラそばではあるんだけどね、端っこなんでね、6、こうなるかな。なかなか吐く来ませんな。どうだ。リーチね。まあ無理はできないか、5万持ってるし。全員飛ばしっていうちょっと野望もね、なくはなかったんだけど、さすがにこんだけ持ってるんでね。はい、残念。無理やしね。対面がなんか荒ぶってるよね。さっきのあの俺の強烈な直撃食らってからなんか対面が随分荒ぶってる。まあカーッとなりますからね。わかりますよ、気持ちは。まあ対面がどういう判断でね、攻撃的に打ってるのか正確にはわからないけど、私だったらあんな。バイマンとか親パネとか直撃食らったら頭にきてね、カーッとなる。バイプッシュダモードになっちゃう。まあ対面そうは言えど張ってる可能性もなくはないからね、あんだけバンバン危険入る。わあすごいね、対面が荒ぶりすぎている件について笑い。すごいな対面。おいねー、羊が一匹おりよう。羊が2匹降りましょう。緊張するときは羊を数えればいいって。本当はね、圧倒的全員飛ばし無双とかしたいけどね、俺も。まあさすがにそんなね、何でもかんでも都合よくはいかない。ここは自重、完璧に降りた。敵艦に降りた。なんもね、おたかぜだけど何気にしょんぱい。やっぱ鳥張ってるんだ。リサリサシャンドリウパソー、レイピンドラでしたか。はい、何言う。何一流れ三本馬ペーチャドラウア暫定トップで生細い。まあラストウェアでこんだけ点数持ってるんで、基本的には無理はしないっていうのが基本的な考え方にはなれるかな。いやでも引きが急に良くなってきたよ、ほんと。調子がいい時ってもホイホイ入るからね。さらに調子が良くなると、何ら1ミリも無理することなく普通にアンパイ切って張り返してそのまま上がっちゃったりとかしますからね。それが麻雀ですよ。でも
さっき逆パターンでめちゃくちゃいいハイパイだったんだけど、やっぱ、上がれないときは上がれないしね。なんでこの高ハイパイが負けるかね、競り負けるかねっていうのも、これまた麻雀でもないしね。まあどうだろう、こうなるか。タンニャオでもいいよねこれね。あと3番はやっぱねドラそばなんでね、タンニャオでもいいよね。でなツモニャン、ツモニャン、びっくりした今。おお、ツモノミこれはリーチないと、こっから3個3個の手代わりっていうのも遠いから、あれはリーチだと思うんだけどまあ別にディスってるわけじゃないですかね、人それぞれ打ち方はあるんで、ね、ただ面白い打ち方だなと思って、あれもうリーチがないと思うんだけどね。まあまあ上がった人が勝ちですから、はい、私がここで何を言おうか、上がれば勝ち、ルール守ってね、そのルール上勝ってや勝ちですから、ただ面白い打ち方だなって思っただけですよ。まあまあ無理せずに親を粛々と流していく感じになる。おお、素晴らしいねこれ。あっという間にいいじゃんって。ウェイシーズポンニャ、ウェイ、あー来た、ドラタンキリーチ無事さずかな。リーピン、あ、リー先にパワー1引けばって話だわな。遠い面ちょっとワンズ警戒だよねこれ。メイポンです、ポンです。あもうダメだ、無理できないわ。ちょっともう張ってもこれダメだね、ワンズは。ちょっと厳しすぎたな。ハツは今のうち切っとこうか。パワーは絶対切りませんよ、いざとなれば降ります。サブロスを引いてダマでいいんだからね。消去法でこうなるかって言ったら、これがもうほとんどね、ほぼみんなに通る入ってるとで、でここもう完成でしょ。123123 6チッパーのサブロスを受けで、おそらくサブロスを引いてダマになるんじゃないかな。あーこれもいっちゃいいけどね。で、パワーマン引いて、ああ、トイメンちょっと嫌な感じだったけど、もうワンズは、ダメだね。ワンズ引いたら 100% 折り。まあ、トイトイとかって可能性もなくはないけど、基本ワンズでアウトだと思われる。とにもかくにもね、こっちは5万超えてるんでね、無理はしませんよ。ペイは OK。ワンズ全止め。で、リーチもしない。ヤンヤン！あれ、オンニャン。まあ、ダブナンドラドラ、マンガンか。ちょっと嫌な感じだね。はい、しょうがない。まあ、連チャンされるよりいいです。はい。さあ、ここでもう一稼ぎしたい。いきましょう。ナンサンナンチャードラ、初。暫定爆勝ち生放送イシャン、パピーヒッテリッチ、まあ、そんな甘くなかった。パッピンヒッテリッチ、これはどうなんだろう、こうなるかな。よいしょ、さあ切れませんよ。ああダブな。こっから猛烈に引けばちょっと万万ぐらい取れるんだけどね。ただまあ無理やしない。ああそれ。まあこうなるよね。医者。圧引いて三面受けかな。スチーピンパツ、すごい、引け。今の俺なら初引ける。短期リーチはね、さすがにきちくなんだよね。
さあ、タチャより早くテンパろう。ちょっとね、リーチが入ったらやっぱ点差的に無理はできないね。リードラさんのイーサンティンだけどさ、最速でリーチしたい。リーチね。あ、リーチには来ちゃったね。まあさっき言った通り無理はしません。しょうがない。いっぱいがない。全く情報がないっすよ。迷ったら端っこ。非常に不本意だが降りる。無理はできない。どうしよう、狼さん。羊がいなくなっちゃった。あっぱいゼロ。ヤンはお。ハクも何気に表示牌しかない。お、今取りました。まあ、強くないんじゃないかな。3ターン。やっぱり増えない。 E1 とかもしれっと止まってんだよね。羊が1匹、羊が2匹。緊張するときは羊を数えればいいってお母ちゃんが言ってた。くっそー、やっぱりないよ。お、酸素チューン。酸素なんて、リサリサしょんぼり。レイピンイーペドラのイサンティ。まあ全員、私以外の全員の点数を足しても届かないはずなんで、26もそうだね。まあほぼポンニャ今のところ勝ちなんだけど、親がこんだけね連チャンされるとちょっと嫌な感じではあるけどね。まあまあ無理せずに行きましょう。荷泣きしたら降りてもいいかもしれないよ、早めに。で今回ドラがパワーピンなんで、親に対してね、間違ってもパーピンポンとかされるわけにいかないんで、まあこうなるか。お、通った。ただまあそういえど上がれるもんなら上がりたいってのもあるけどね。さっきちょっと連チャンの、ああこう来る。どう伸ばすかな、これ。パー、やっぱチーピンドラそばなんでねっていうのもあるし、親に対して慎重に打つのであれば、まあこう言葉もあるけどね、これイーサンティンか。いやちょっと慎重にいこう。ここは親の直撃クラウド、ちょっとね親の采配が割ともう気楽さめではあるんだよね。二巡目ピン切りとかね。ちょっとチータイヤをチートに見えてきたけど、まあ無理はしませんよ。親がこれ何本率の可能性もなくはないからね。捨て牌が非常に匂い立ってる。これ両ピンは一応筋だけどね。イシャン、レイタンチート。リーチね。ああでリーチ入ったんで、まあ降りますよ。嘘はね、親に対してちょっと嫌な感じではある。初この人上がってくんないかな。差し込みっていうのもなくはないんだよね。そう、俺が今やるべきことは親に絶対振らないってことだから、こうなるな。じゃあ親に振らなきゃほぼ勝ち。間違っても俺が親の直撃とか食らうとまずい。
リーチです。ああ、やっぱそうくる。想像が非常に嫌な感じだね、トイレね。さあ困ったぞ、これ筋ワンズは割と捨て牌的には通りそうだな。いやなかなかえぐいな。これ当たり牌全部俺が止めてんじゃないか。ペーション牌だし、こっちに差し込むか。いやーどうなんだろう、難しいね。親に振らない、こっち。よし、通した。なんだこれ。ツモ、あーツモ、ごめんなさいね。レイズモ、リーチ、ツモ、モミ。しかもペイは対面の頭わかんないよ。ションパイク怖い、怖い、怖い。さあ、あとは天砲だったらもう 100% 爆折りなんだけど、これジャンタは若干ゲームのシステムが違うんで、爆勝ちしててももっと稼ぐことに一定の価値はある。絶対的な価値とは言わないけど、やはり順位点ってのは大事ではあるんだけど、ただ天砲みたいにとにもかくにも順位だけというわけではなく、一応ね、ゲームが終わった時の持ち点も一応加味されるようなんでね。だから爆折りっていうのがジャンタマはないですね、うん、もったいない。稼げる機会を自ら捨てることになっちゃう。ただまあそうはいえどね、今のシチュエーションをこれ改めて確認すると、2着さんに羽直食らっても俺の突破は変わらない。ただ倍満足を食らっちゃうと順位変わりますね。1万6000食食らうとね、うん、まずないですけどね。ただ何が起きるかわからないのが麻雀ですからね。うひょー、どうなるか。ちょっとこれ頑張りたい手にはなってきておるよ。暴走とか、こうなる。ポンニャ、ポンニャ、それじゃないんだな。うん、だから、まあ、泣いたから倍満はないと思うんだけどね。あと俺の方としてはリアンスを生かすかロモンを生かすかなんだけど、様子をここが切ってくれたりしたら、もう一番いいのは自力で引くこと。ただなかなか凄まじ系には伸びてくるよね。まあ泣きましょうか。チー、これもこれ切っとこう。ロン、あ、ロン、ダウン。まあ勝ったでしょ、いくらなんで。ピンフ、ドラ、ドラ、お疲れ。リサリサ大勝利ねえ。はいはい、ということでね、今改めてお見せしますと、あと2連勝今この後すると、一応まあこのゲームの実質最高位たる玉の間復帰と、ジャンゴ1ですか、復帰というのが今の状況で、10ゲーム平均もねちょっと見ちゃうと223の1、もう4位が全くないね。332122.0 なんでね、ほぼ私服モードと、まあ、昔の読み方でいう天国モードですか。はい、ということでございます。だからね、私はあのなんだ、ジャンゴ1の玉の間になるまで配信ライブはやる予定はないって言ってたけど、その昇格戦はねちょっとやっても面白いかもしれないですね。はい、というところでね、引き続きね、当チャンネル、そしてね、マージャン実況、お楽しみということをお伝えして、それでは皆様、ではまたいつか都合のいい日にお会いしましょう。